はい、トムです。今日はおやつについてお話ししたいと思います。おやつのね、由来、なんでおやつって呼ばれるようになったかというね、その由来についてお話ししたいと思います。さあ、昔はですね、みんなね、腕時計とかなかったからね、時間を知らせるのにね、何で時間を知っていたかというと、お寺の鐘なんだよね。お寺の鐘、まあ鐘、お寺じゃなくても鐘、鐘で知ってたのね。それで昔はね、今と違って24時間じゃないの。ねえ、牛、虎ってね、十二支で時刻を測っていたのね。十二支で時を告げてたんでね、2時間ごとなんですよ。今の24時間のね、半分になるんで。なので、深夜の0時から2時までを1、2時から4時までを2、4時から6時までを3、6時から8時までを4、8時から10時までを5、10時から12までを6、12時から2時までを7。そして、2時から4時までの間を8、8回目のね、鐘が鳴る時間ね。そう。これをね、八つ時っていうの。八をね、八つ時、おやつっていうの。そういうところから、2時からね、4時の間に食べるのを、おやつになったわけですよ。そんな感じでした。